スワンステークスは日本中央競馬会が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。2021年の第64回より競馬番組表での正式名称は MBS 賞スワンステークスと表記される。競争名のスワンは白鳥を意味する英語。京都競馬場のスタンドビッグスワン、グランドスワンの名称にも使用されている。 2000年より寄贈賞を提供する毎日放送は大阪市に本社を置く放送局。成章は毎日放送賞。1958年に5歳以上の馬による重傷競争として創設。創設当初は京都競馬場の芝1800メートルで春季に行われていたが、1972年より芝1600メートルに変更。 1984年には試行時期を10月下旬に繰り下げた上、距離もシワ1400メートルに変更。合わせて4歳馬や外国3馬も出走可能になり、マイルチャンピオンシップの前哨戦として位置づけられた。2014年より本競争の一着馬には、マイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられている。創設時の負担重量はハンデキャップだったが、 1961年より別定に変更された。地方競馬所属馬は1995年から出走可能になり、1998年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別定マイルチャンピオンシップのステップ競争に指定されており、 地方競馬所属馬は、マイルチャンピオンシップの出走候補場に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、マイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられる。2020年の1着賞金は5900万円で、以下2着2400万円、3着1500万円、4着890万円。 5着590万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各回競争結果の出展。ありがとうございます。